久しぶりですね、おはぎさん。2ヶ月ぶりくらいだよ。ちょっとおはぎ。6月に行って以来、仕事が忙しかったからね、なかなか遊びに行けなかったけど、ようやく休みが取れたよ。僕は滝が好きでいろんな滝見に行ってますが、ちょっと僕が見たことのある滝の中でもとてつもなく珍しいタイプの、滝がありますので、それをちょっと見に行こうと思います。自然にできた滝だと思うんですけど、ちょっとまさかの造形をしているので、皆さんもちょっとご覧になってみてください。すごい変な滝です。県指定天然記念物桶滝っていうのかね、桶ですよね、これね。読み方書いといてほしいよな。桶滝かな、桶滝かな、わかんないけど。石川の森林50選39番だそうです。ここの滝すごく特徴があるんです。滝だー。見てください、なんか天井の穴から滝が降り注いでます。これが独特なんですよね。歩いて近寄れるんですけど、これ僕初めて見た時はちょっと度肝を抜かれましたね。なんでこうなってんだろうっていうね。滝の勢いが強いせいで穴が開いたとは思えない水量ですよね。だから多分違う理由で穴が開いてるんだと思うんですけど、これ穴の中から出てますよね。穴から水が落ちてきています。不思議。で全然水量は多くないっていうね。滝とおはぎ。いやー、珍しい滝ですね。ほんと穴の中から水が落ちてくるだなんて、ほんと変な滝。おはぎを見に行きます。白米の千枚田、白米かな、わかんないけど、
白米ってことはないと思うね。白い米の千枚だ。昔何度か行ったことあるんですけども、結構もう稲の刈り取りが終わっちゃってて、なのであんまりね米が実ってる姿を見てないんです。なので、稲刈り取り前の千枚田をね見に行こうと思います。白米の千枚田やってきました。景色はというと、初めて見る稲が育ってる様。刈り取った後しか見たことないから、世界遺産、世界農業遺産なんだっけな。美しい。実際は1000以上あるらしいですね。まあ小さいなんか粒みたいな田んぼもあるから、そういうのも含めてってことでしょうけど。海を前に田んぼがあるなんて風情のある景色なんでしょうか。千枚だとハギー、ハギー、ハギさん、ハギー。白米の千枚だとおはぎでーす。海マギさん。